イングソック、イングソックとは、ジョージ・オーウェルの小説、1984年に登場する架空の全体主義国家オセアニアの支配的イデオロギー。イングソックとは、ニュースピーク、新語法による単語であり、イングランド社会主義の略称。1984年に公開された映画、1984では、イングソックは、党の名前でもあった。 作中では1950年代に勃発した各戦争後に各地で革命や内乱が起き世界にオセアニア国をはじめとする三つの超大国が出現した。オセアニアを支配する党によればイングソックとはこの社会主義革命に引き続いて誕生した思想だとされる。しかし党は絶えず歴史を改ざんし続けておりどのように イングソックが誕生したか正確に述べることは不可能である。歴史の改ざんのみならず、党はニュースピーク、新語法の制定を通じて単語の意味の幅を制限し、その背後にあった思想を取り除こうとしている。イングランド社会主義は新語法により、イングソックと略した形になっており、もはやかつて社会主義が意味したものとは様相が異なっている。作中では、 オセアニアの人民の敵、エマニュエル・ゴールドスタインの書いたとされる金賞、少数独裁性集散主義の理論と、実際にイングソックの実際の姿が描かれている。ここでは、イングソックは、イングランド社会主義ではなく、少数独裁性集散主義、と呼ばれる。イングソックは、古い社会主義運動の中から発してその名を残しては、いるものの、社会主義運動が本来よって立ってきた。 原則のすべてを拒否し中傷し、それを社会主義の名によって言った、と書かれている、オーウェルが動物農場で扱った試みも参照。実際のオセアニアの政治体制は、ゴールドスタインの近所の題名通り、経済的には中産主義をとり、政治的には過当性、少数独裁性をとる。過当支配層が倒されることを防ぐため、また体制が不安定になることを防ぐため、 強固な管理社会が築かれている。これは国民に対する徹底した監視、テレスクリーンと密告、国民の思考能力の制限、ニュースピークと二重思考、歴史や記録の絶えざる改ざん、科学技術の進歩に対する制限、資本を浪費するための永久戦争などの得意な手段によって行われ、権力に対する抵抗は決して身を結ぶことのないようにされている。党は ビッグブラザー、偉大な兄弟により、擬人化されている。ビッグブラザーは、革命の指導者で、現在では、党の頂点にいる権力者とされるが、作中で彼自身が登場することはない。ビッグブラザーの顔はあらゆる街角のポスターや、テレスクリーンの番組などに偏在しており、党が、いつも、国民を監視していることを示唆するように、ポスターには、 ビッグブラザーがあなたを見守っていると書かれている。イングソックは国民の完全な服従を求め、その実現のためには逮捕や拷問も辞さず、恐怖により国民を支配している。党は複雑な心理学的道具や手法のシステムに精通しており、これによって国民に犯罪を自白させ反乱の意思を忘れさせているだけでなく、ビッグブラザーや 党自身を心から愛させるように仕向けている。ゴールドスタインの本では、国民の愛と恐怖と尊敬といった感情は、組織に対してよりも、個人に対して起こりやすいとされており、ビッグ、ブラザーとは、こうした感情を党へ集めるために作られた、存在である。作中人物のオブライエンによれば、党は、純然たる権力のために権力を求めている。彼はこう語る。イングョックは、 政治哲学であるだけでなく刑事上学でもある。すべての知識や現実や存在は、党の集合的知性の中に存在していると仮定しており、現実とは、党が現実といったもののことを指すとている。これが最新の発表通りに党が歴史的記録を改ざんさせる根拠、すべての記録は党の発表と矛盾してはならないためとなっている。党の最新発表に基づき、 かつて知っていた事実を二重思考を用いて今後は嘘であると信じ新しく捏造された過去を信じることによって新たに捏造された過去が現実となるこうして過去を思い通りにしたとは過去を支配する者は未来を支配する現在を支配する者は過去を支配するという通り未来までも支配することになる本書の第三部 主人公に対するオブライエンによる尋問においては、純粋なイングソックにおける、ユイガロンへの言及が全面的に展開される。ここで暗示されるのは、イングソックによれば、現実とは外在的なものではなく、全宇宙は一人の人間の頭の中に内在するということである。それも、誤りの多い普通の人間の頭の中ではなく、集団主義体成果の党の不滅の精神の内部にしか、 存在しない。本人の意思あるいは、等の命令次第で、本人の認識の中にある宇宙や世界では、過去というものの存在も、客観的に見える全ての事実や物理法則も、消えうせあるいは変化してしまうのである。等が、に、たすぎは語であるといえばに、プラスに、イコール語が、現実となるし、等があなたは存在しないといえば、いかに矛盾していようがそれが現実となる。 イングソック体制下では、社会は三つの階級に分けられる。これらの階層は世襲のものではなく、上層階級の子息が必ずしも自動的に上層階級になるわけではない。イングソックによれば、人類の歴史では、上層階級、中層階級、仮想階級が絶えず成立しており、中層階級が仮想階級を味方につけて、 上層階級を倒し新たな上層階級となることの連続であったと去る。歴史上、下層階級が主人公になったことはなく、革命の主人公はいつも中層階級であった。元は社会の専門職やテクノクラートたちであったとされる、現在の党のエリートは二度とこのような階級同士の争いや革命を起こらせないために容赦のない支配構造を聖地に設計した。 彼ら新たな上層階級は、陰ック体制により、中層階級を抑圧し、不平等と非自由を永久のものとして、歴史の流れを止めてしまうことを目的としている。党内局員のうち弱い者は排除され、当外局員に野心的な者がいれば党内局へ抜擢され、骨抜きに、される。プロレから党への抜擢は、現実的にはあり得ず、その中で、才覚のあるものは、 思想警察に監視され消されるが、党や国家の危機などにおいては、いざとなれば、プロレの中から優秀な人物を抜擢することもやぶさかではないと、される。ここで言う階級は、血縁を元とする古い形のものではない。党は、かつての社会主義指導者の世襲を冷ややかに見ており、おおむね支配が、短命に終わった世襲的貴族よりも、何百年と続いたカトリック教会の、 専任制組織のようなものを念頭において支配体制を築いている。党の目的は階層構造の固定と党自体の永続であり、党内局員の決闘の永続などではない。イングソックは実態上は抑圧や独裁を行っているものの、政治宣伝上では平等主義を掲げている。現実には何不自由なく暮らす党内局員のために、 当該局員の一部やプロレは搾取され低い生活水準に甘んじているが、プロパガンダによれば、かつての資本主義体制下よりははるかに楽な暮らしをしているとされている。階級間の関わりはほとんどないが、小説内ではプロレも党員も見に来ている夕方の映画館のことが描かれている。当該局員である主人公もプロレ向けのパブに顔を出したり、 党内局員であるオブライエンの住居に顔を出したりしている。オセアニア、米州及び英国、オーストラリア、南アフリカなど、以外の超大国には、ユーラシア、ヨーロッパ大陸部及びシベリア、イースタシア、東アジアの二つがある。これらの国々も、それぞれイングソック同様の支配的イデオロギーを、信奉しており、オセアニア同様の全体主義体制を築いている。 ユーラシアは、自らのイデオロギーを、ネオ・ボルシェビズムと呼ぶ。イースタシアのイデオロギーは中国語の単語と定義づけられており、通常は、死の崇拝、デス・ワーシップと訳される。より正確には、メッシ、アブリターション・オブザセル・フジコメッキャクと呼ぶべき、ものとされる。これら三つのイデオロギーは、心情において区別がしがたい、ものであるが、三大国の支配階級たちは、 この事実を認識しつつ、二重思考により否定して、他国のイデオロギーは邪悪であるとみなす。三大国間の類似性の否定及び、相互の体制に対する抽象は、三大国が永久に戦争を続けることを可能にする。この戦争は、資源や労働力確保のための戦争とは言いがたく、どの国も広大な国土に豊富資源と人口を持つ、資源や労働力を浪費して、富の蓄積が、 社会構造を不安定化させ、革命などへ繋がることを防ぐためのものである。プロレラ化想階級は、戦争に熱中し、その像を国内に向けることはないため、上層階級である、党内局員が、心理的にプロレラを支配することができている。しかし、イギリスをはじめとするイギリス連邦諸国、アイルランド、アメリカ合衆国、その他南北アメリカ諸国が、 どのようにオセアニアへと再編され、イングソックによる支配が打ち立てられたかについては、党は説明していない。ゴールドスタインの書では、イギリス連邦がアメリカ合衆国により吸収されたと書かれている。しかし、オセアニアの領土が実際は、エアストリップ1、かつてのレートブリテン島だけしかなく、ユーラシアもイースタシアも、戦争状態を続けるための架空の存在である、可能性も拭えない。 楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。